はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュース、国際問題、子育て事情などに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回は、共同通信が出している記事ということで、これまず読ませさせていただいて解説させていただきたいと思います。お題としては、ブラジル大統領は感染ゾーンに無頓着、防止策より、経済ということで、これ一時期ね、このロシアも、ね、2位になりました。これに関してまたロシアが抜いてっていう感じなんで、多分また2位になってるでしょうけど、この2番目ということで、ブラジルの新型コロナウイルス感染者が22日33万人を超え、一時は米国に次いで世界で2番目となった。しかし感染対策による商業活動などの規制について経済を損なうとして反対する右翼、ボルソナロ大統領は感染拡大に無頓着、大臣が相次いで更迭された保健省も、感染者増加から国民の目をそらす、姿勢が顕著だということです。時差の関係でロシアの、感染者数がブラジルを再び抜いたが、ブラジルはこのところ1日2万人前後で急増しており、増加ペースで著しく速い、検査が追いついておらず実際の数はさらに多いと見られるということで、この件に関してです。この件に関してね、今まで、海外駐在留学、海外長期4カ国を進めました。ここ20年のうち、海外出始めて20年以上経ちます。そのうちね、半分近く9年ぐらいかは海外暮らしの自分です。そしてその中で93カ国渡航し、英語に関しては上級者で、その中で、ね、数多くの外国人と接してきた身です。その中で、感じることなんですね。ブラジルに関しては昨年中南米を半年間かけて周しました。その中で、ブラジルをね、1ヶ月回りました。ホストイエガスから入って、サンパウロ、クリチバ、ブラジリア、リオデジャネイロ、そしてまたサンパウロを持って1ヶ月滞在してね、その中で数多く、のことを分かったわけです。もともと自分の生まれの浜松に関してもブラジル人多いですからね、その中でブラジルという国というのは遠いて近い国ではあったわけだけど、その中で思うことね、ボルソナロ大統領ということいかにも典型的な、ね、感じ、この間、いわゆる外務省に、行かさせていただいてね、いわゆるその、ブラジルの、大使の方が、来られて、その中でいろいろお聞きしたんですけど、その大使はボルソナ大統領を評価はしていました。その中で、ね、今回、前からこれ問題になってることなんだけど、このご時世界において経済優先です。でその中で感染症対策に関してしっかりしてこなかったっていうのですよね。その中で経済になって、例えば休業要請もはっきりせずに、ロックダウンはしたのかな。で、その中でしっかりと対策をしてこなかった結果が今回現れているわけです。その中でね、コロナ禍を、真ん中に立たせて考えさせていただくと、その商売やってる人たちになってはね、使命者、やっぱり商売ならお金もね、結局なくなってしまうってことを考えて、どうしてもやっぱりボルソナロ大統領も経済優先してたんだけど、その結果がこれで33万人を超えて死者も多いです。その中で、いまいちやっぱりその国民性の違いっていうのもあると思うんですね。よく言うんですね。自分は海外活動してきてね、英語を習得して数多く外国人と接してきました。これ例えば海外なかなか行ったことない方とか、外国人あまり接したことない方、海外長年何十年住んでてもね、あまりそういう無頓着でいる方々なんかだとね、世界の人々はみんな一緒みたいな感じで言ってるのもいるんだけど、もしそれで海外数十年だとしたら、よっぽどその数十年の間世界が見えてなかったんだなって感じがします。まずラテンということで、主にはラテン系です。黒人系もいるんだけど、あと日系もいるんですけど、やはりラテン系中心です。これはスペイン、ポルトガル系、そしてスペイン系もいれば、イタリア系もいる。そして、ドイツはギルマンだけど、その中でウクライナもいれば、あとは日系もいる。そのブラジル、黒人もいて、ということで多民族の国家です。その中で、ラテンに関してはね、前伝えさせていただいた通り、その、やはりね、警戒心が非常に薄いんですね。だから、いわゆる、日本人はね、今こういう政府がいわゆる特措法を改正せずにですね、その状態で改正しなくても、国民がね、しっかりと自粛要請して守ってくれると思っていて、実際それは守ってるわけですね。だからそれが功を奏しているわけです。本来であれば特措法を改正してもロックダウン、都市封鎖をしろというね、こともささやかれていたんだけど、多くの声が上がってたんだけど、そこまでしてしまうと結局経済がかなり損なわれてしまうんです。で、その中で、本来
安倍政権に関しては、本来の日本人が持つ正直さと約束を守るね、そういったところ、道徳心を見て、お願いという形で自粛要請をしてきた。その結果、国民が答えてという形で、これだけ抑えられているわけです。ブラジルに関しては、やはりそういったところは割と警戒心薄くてね、例えばハグに関してもお伝えさせていただくと、ハグは平気でするし、マスクはあまりしない。まあ、これも最近マスクをするようになってきたとも言われてるんだけど、あとは距離を保つね。こういうことをなかなかしない。こういう警戒心が薄い人々。これはやっぱりラテンの、ヨーロッパのラテンの国々もそうなんだけど、その中で、そういったことが起因となって、やはり感染者がどんどん増えたのが実情です。これはやっぱり民族性のもの、国民柄のね、というのはあるのは事実であって、そこに関してはね、日々感じるところです。なので、今回、まあ、ボルソナロ大統領という次期大統領選挙においてね、かなりこの問題が焦点に上がるのは事実でしょう。その中で、実質としてね、これで感染者を出してしまったという、負の結果に陥っているわけで、次期大統領選において、まあ、出るかも分かりませんけどね、当選するのは非常に難しいのではないのかなって感じはします。ということで、これね、だから結局は都市封鎖せず、日本の場合はね、都市封鎖までせずとも、結局日本人が本来持っている真面目さ、ね、そういったもの、そして真面目で約束を守って道徳心を持って行動する、こういったところを警戒心を持っていくっていうのが、他の国々の人、民族によっては非常にね、高いわけです。だから、そういったところが日本に関しては感染者を、かなりまあね、少ないく、伸びて、ね、激増しなかったのかなって感じはします。ということで、今回気になる問題ということで、取り上げさせていただいて、解説させていただきました。世界2位ということで、まあ、ロシアはまた抜いたということなんだけど、また多分またブラジルが抜くでしょうね。これからもね、こういった話題に関しては、勉強させていただきます。明日、日曜日ね、まだ 100% 確定しないんだけど、8時か8時半から、いつも通り生配信を配信させていただきますので、またね、お時間ある方は来ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。